ニコタスイッチ。大佐です。めちゃです。他の。はい、ということでございましてですね、本日ですね、バレンタインが近いということでございまして、普段から頑張ってもらっている山下君たちにですね、チョコレートを作ってあげてください。アイドルからの手作りチョコってなかなかないよ。しないけど。こちらと、はい。でですね。はい、そしてですね、こちら。うん、かわいい。かわいい。かわいい。やっぱり日頃の感謝の気持ちを込めてるんですよ。で、こちらに入れるみたいな。うん、かわいい。やっぱこう中学生スタイルの方がなかなか、うんうん、ということで。はい。隠し味のね、隠せるかな。はい、やっていきましょう。はい、まず手を洗いましょう。はい、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 チョコレートどうやって作るんでしょうね。まず湯煎でチョコを溶かします、うん、はい、大きい方にお湯を入れて、うん、ちっちゃい方にチョコを入れます。はい、でもこれ熱すぎたら良くないっていうよね。うん、うん、溶かしながら追加して溶かしてにしていこうや、うん、そうね、あまり一気に入れると溶けないから。じゃあ僕がやろうかな。教えてください。あ、で、あ、いい感じにちっちゃくあ、とりあえずはこの量で大丈夫です。はい、ちょっとずつして、これを、うん、まあ、細かく砕くというか、まあ、ちぎるというか、うん、で、うん、このボールごとここに乗せます。はい、あ、でかい。ちょっと細かくします。ちょっとでかいかな。溶けるのに時間がかかっちゃう。あ、その僕のそれ、はい、サバイバまあでも、まあ小さくなれば何でもいい。そうですね。ちょっとこれ言うの早かったかな。うん、熱すぎて音だけが意外とチョコも買ってないですよね。強い。サバイバはい、で、混ぜて溶かしていきます。で、おいしくなくで、おいしくなくで、愛情は大事ですね。この作業が8割。疲れた。疲れた。これ電子レンジでチンとかしたらダメなんですか？いや、絶対ダメです。なんで？なんかチョコは、うん、あの直火とかもダメなんで。あ、そう。焦げるんやと思うね。へえ。いい感じです。とてもいいです。怪我しないように気をつけてくださいね。はい、どんな気持ちですか？すごい、なんか恨みでもあるんかみたいな。ストレス発散になってますか？そうですね、なると思います。一個は真似しないでくださいね。やっぱこういう下作業、下処理をやっぱり怠るとやっぱりダメなんですよ。ここからしっかりちゃんとやってないと美味しいチョコレートにはつかないよ。はい、ちょっとぬるくなってきたかもしれない。お湯変えます。はい、お湯変えましょう。とっとっと、ほい、あっちびっくりした。ほい、お湯です。はい、やっぱ食べ物粗末にしちゃいけないので、ちゃんといろんな味にしても食べます。はい、はい、ありがとうございます。一応大丈夫なやつですからね。お、ドブサクさん。すごいやん。なんか森永、小学生の頃にと森永の、あの工場見学の匂いがする。わぁ、あちぃ、危険だ、気をつけてください。それわかんの？はい。で、味が薄くなっちゃうので。
優しくかき混ぜてください。どんな気持ちでいたらいいの？その渡す人のことを考えて。マジ？あ、やだめですね。宇宙や。今僕はブラックホールを作ってる。これダマなの？はい、溶けてないよと思います。うまい。いや、これをちゃんとすることによって口当たりが変わってくるのよ。どうよ。いいんちゃん。はい。からの。はい。じゃあ入れていきますか。カップに注ぎます。はい。では。はい。ではこちら最終のこれをですね。はい。しっかり入れていきましょう。楽しみです。楽しみです。すっと。うんうんうん。いいですね。はい。まあ。わあ、素晴らしい。はい。で、ドキドキしますね。缶詰なんですね。なるほどです。なるほど。これはすごい素晴らしい。映えますね、これは。そうですね。これは映えます。欠かせない動画映えですね、そうですね。てか入りますか、ちょっと大きいかもしれない。ん、いけるか。いけるでしょ。まあちょっとなんかそういうチョコのスティックかなみたいな感じで。あ、いけますね。いけます。この2層目に敷き詰めていきましょう。ちょっと。そのくらいは重いの？はい。なるほど。ロガママボディです。では。チョコのせいで。お願いします。すごい。おお、なるほど。はい。結構平らになるぐらいまでいっちゃった方がいいかもしれない。結構作れそうですね。そうですね。いろいろ。ちょっとわがままかもしれない。わがままですね。ボディですね。ボディが。どうですか。でもそれはご愛嬌。こんにちはしてやって、あ、いい感じですか。いい感じやな、美味しそう。キラキラとかもいい感じ。ちょんちょんちょんってなんか表面ちょんちょんみたいな、なんかほら、まあ、なんかほらドーンドーンみたいな。そう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 、分からない。そのなんか表面作ってますね。それうん、これはちょっと多いか。いいですか。いいですよ。こんなにいい。食べる、食用バッタですね。でもこう世界の食料問題にやっぱり真っ向から、やっぱ僕らも問題意識を持っていってやっていきたいので、昆虫食を僕たちは推奨します。これはこんにちはがすごいな。こんにちはがすぎますね。よいしょ。いや、まあこれでいいですよ。あ、いいですか。見た目は、うん、なるほど、うん、今食べたのこれですっていう。あー、なるほど。じゃあこれぐらいにしときましょうか。はい。いやいいですね。素敵。これでね、ちょっとやっぱこんにちはのところに、これはこんにちはなの。あ、これはこんにちはなの。ここはちょっとその辺見てたらわからなくて。あ、かわいい。かわいい。非常にかわいいですね。あ、うん、いいね。いいですね。うん。いや、アイドルの手作りチョコやで。いや、これは、今、今度、ちょっと、あれ、羨ましがられてしまった。羨ましがられる。俺はやっぱり、いや。あー、
めっちゃかわいい。乙女チゴメチックいいですね。ロマンチックなチョコが、うん、完成ですね。完成しました。ということで早速ですね、冷やして食べてもらいましょうか。はい、はい、ということで、はい、まともに映るのは白石さんは初めてなんですか。あ、そうですね、初めてなんですかね。はい、以上、白石さんでございますね。よろしくお願いします。はい、石本さんでございます。石本です。本当いつもアイドルのことが本当にありがとうございます。ありがとうございます。ということで心を込めてチョコレートを作らせていただきました。お二人に合わせてチョコレートを作らせていただきました。はい、そんなことが、はい、結構腕によりを込めて作りましたんで、本当に日頃の感謝を込めております。はい、そんな技術がキャーキャーなんか楽しそうになんかしてはるなと思ったんですけど、そんな白いやばいっすありがとう。え、じゃあまずこちら、はい、かわいい、西本さんにはかわいいものを。すごい。サクサクの食感に仕上がっておりますので、パクッと食べてください。食べていいですか。もうどうぞどうぞ。じゃあいただきます。西本さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。あれ、どうでしょう。え、かわいい。はい、めっちゃかわいい。すごい。一口で食べていいんですか。あ、全然、はい、いただきます。いただきます。ちょっと冷やしすぎ、冷やしすぎ、冷やしすぎ、冷蔵庫が本気なんです。あ、サクサクだ。サクサクでしょ。うん。え、なに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 、え、どういうこと、どういうこと、え、なに、なにそれ。白石さんに戻ってきます。結局何、はい、いただきます。いや、美味しそう。すごい。白石さん、手が震えてる。ちょっと頑張ったけど、カメラに。どうですか、美味しいですか。美味しいですね。なんかすごいパリパリした食感で、ちょっと乾燥してる感じが。どういうことこれ。ここの方がない。想像の斜め。バッタです、バッタです。え、美味しいと思いますよ。ハモンド食べよう。怖い。ハモンド怖い。はい、ということでございましてですね。はい。感謝を込めて。美味しいチョコレート。いや、キッチンシャンク食べたんです。白石さん、めっちゃ手が震えております。いや、もうちょっと見てから食べるのがなかなかちょっと見えてる。最初から見えてるっていう。お世話になった方いらっしゃったら、このチームにチョコレートでしょうか。評価、チャンネル登録、ツイッター、インスタグラム、サブちゃん、くるみチャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。これ絶対共感してもらえる話だと思うんですけど、ちっちゃい頃にこういう間とかのちょっとした隙間とか空いてるのがめっちゃ怖い人だったんですよ。今も全然大丈夫なんですけど、そういう気持ち日本の 100% ぐらいが共感してくれると思う。ということで、くるみチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。そしたら一気に今衝撃だと思う。めっちゃ震えてるやつです。そういうの無理な人なんや。おっと、硬そう、チョコも硬そう。あ、終わりだ。終わらない。どういう仕組みで入ってるの。仕組み、仕組み。いや、それチョコに変わりないですよ。いや、正直味はしないですよね。チョコレートの味しかしないですけど。Ha ha ha!
半分の。